今回はこちらの丸太を使って猫ちゃんの水飲み台を作っていきたいと思います。こちらの上にはこんなガラスの、器を乗っけてあげたいと思いますので、丸身分を削っていきたいと思います。でコンパスです。こちらの両尾の、グラインダーを使っていきます。はい、こんな風に、くぼみをつけることができました。ガラスを置いて猫ちゃんの水飲み台にしたいと思います。こちらはですね、このグラインダー1本でくぼみをつけました。こんな感じですね。結構綺麗にできたと思います。くーちゃん、お水飲まないの？